リンガー小川義成、その後ろは進む優也登場です。チャレンジャーチームのはずだった2人とは因縁一色、タイトルマッチは延期でも、それまで待つ必要もなしと小川義成。放送席には重心サンダーライガーさん、歴史的、歴史的な、なんと本日第3試合、驚愕のスタートとなっています。もうこれはちょっとお話伺ってしまいましょう。重心サンダーライガー選手、この試合どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今どんなものが、どんな気持ちがありますか。やっぱりあの小川選手のキャリアですかね、はい、前に現役で第一線で頑張ってるっていう、まあ、もう敬意を表しますよね、はい、本当に尊敬します、はい、だから今日の戦い、見届けたいと思いますね。そうですか、はい、あの両国決戦では小川選手の甲から仕掛けてきたこともありましたよね、ライガーさんに。そうですね、はい、